んにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。今日はね、私がちょっと思っていることをお話ししようと思います。私日頃からね、好きな子を彼女にしたいとか、モテたいとか、恋愛がうまくいかないとかっていうご相談をいただくんです。で、この YouTube でもそんな方のためにね、解説動画、恋愛に関する動画というのをたくさん出しています。でね、そのモテる方法なんですけど、まあ、これはね、私に限らず多くの恋愛系のね、YouTuber さんが言ってることなんですけど、大概、まあ、清潔感を出しましょう。で、それから髪は美容室で切るのがいいですよ。あとは服に気遣いましょうとか、モテるためのマインドを持ちましょうとか、あと自信を持ちましょうとかね。私はね、これがとても重要だというふうに思っているし、モテるためにはこれで間違いないというふうに思ってるんですね。なんですけどですよ。私の動画をね、それこそ何年もね、見てくださっている、もう本当にありがたいことなんですけど、見てくださっている方なのに、モテないっていうね、ご相談の方とかいらっしゃるんですよね。私はね、思ったわけなんですよ。なんでそうなるんかなって。私の動画役に立ってないんかなっていうふうに考えました。で、その結果、一つの結論に達したんですけど、当たり前すぎるんやなっていうことに気づいたんです。例えばね、どうやったら筋肉ムキムキになりますかって聞かれたら、タンパク質取って筋トレしたらええねんって答えてるようなもんやなって思ったんです。そんなことって誰でも知ってるし当たり前ですよね。だからね、これと同じように恋愛に悩んでる人ってそういうことちゃうんですよね。もっと根本的な話だったり、もっと掘り下げた話が必要なんだなというふうに思いました。なので今回は綺麗事とかじゃなくってリアルなね、モテの話をしようと思います。ぜひね、もう諦めようかなって思ってらっしゃる方はこの動画を見て、まだまだ俺もいけるなとか、明日からまた頑張ろうというふうに思ってもらえたら嬉しいです。ということで今日の目次はこんな感じです。まず一つ目が恋愛がうまくいかない人の特徴で、二つ目が恋愛が苦手な人が取るべき対策で、三つ目が恋愛が苦手な人が気をつけるべきポイントで、四つ目が恋愛が苦手な人の恋人候補の作り方で、五つ目が波長は合うのに落ちない女の子の攻略方法、六つ目が相手の絶対条件をリサーチする方法、七つ目が恋愛が苦手な人がデートに誘う方法、八個目が恋愛が苦手な人のデート時間、9個目が恋愛が苦手な人の告白の仕方で、10個目が告白後に断られちゃった時の考え方です。では早速やっていきましょう。1つ目、恋愛がうまくいかない人の特徴から。まずね、恋愛がうまくいかない人って大きくざっくり分けて3種類いらっしゃるんですね。今回ご紹介する3つのうち1つでも当てはまったら、相手どうこうの前にまず自分自身を振り返るっていう必要があります。まず一つ目の特徴が自分本位なことです。恋愛がうまくいかない人の代表的な癖っていうのがあるんですよ。私は普段恋愛相談でいろんな方とお話をするんですけど、事前にね、ちょっとしたアンケートっていうのを送ってもらうんですね。で、そのアンケートってね、めちゃくちゃ性格出るんですね。パッと見ただけで、別に中身とか読まなくてもですよ。パッとそのアンケートを見ただけで、あ、この方モテるやろうなとか、この方はおそらくモテないだろうなっていうのがわかります。ざっくり違いを言うと、これ男女共になんですけど、モテる人っていうのは読む人、つまり私ですね、のことを考えて文章を書いてくれてます。で、反対にモテない人っていうのは読み手側ではなくって、とにかく自分が書きたいことっていうのをそのまま書いてくれてます。なので解読にめちゃくちゃ時間がかかるんですね。で、実際個別相談でお話をさせてもらう時も、モテない人っていうのはやっぱひたすらにね、自分のお話をされます。この間の男性はね、好きな女の子を振り向かせたいっていうご相談だったんですね。なんですけど、9割ね、その方のご自身の話っていうのをされてて、私はね、ひたすらね、その話を聞かせてもらうという時間になりました。まあ、こっちとしてはね、その方が満足されたらそれでいいんですけど、やっぱりね、普通のデートでそれはモテないんですよね。女の子からするとね、デートでひたすら演説みたいなのを聞かされても、ただただ疲れるだけですよね。色っぽいなとか、かっこいいなとか、私のことを興味持ってくれたなとか、思わないわけです。恋愛はね、やっぱり相手あってのものですよね。自分よりも、まずは相手のことを喜ばせたいなっていうふうに思わないと、やっぱりモテないです。2つ目、太ってる。今後痩せるつもりはあるとか、ぽっちゃりさんっていうのは大丈夫です。でも基本的にね、太ってるとやっぱりモテないです。これがね、どんなに顔がかっこよくっても、太ってるだけで自己管理できないとか、だらしないとか、体力がないというふうに思われて、どんどんね、恋愛対象外にこう追いやられていってしまいます。
またね、どんな衣服を着ても太ってるだけでダサくなっちゃうんですよね。女性ってね、付き合った後に太るっていうのは寛大なんですよ。でも付き合う前に太ってるっていうのは恋愛対象外になっちゃいます。もしこれであなたがね、超有名人とかむちゃくちゃお金持ってるとかやったら別に多少太っててもいいんですよ。でも一般人が恋愛したいとかモテたいって思うなら痩せる以外にありません。私も最近ね、トレーニング行ってね、痩せようと頑張ってるので一緒に頑張りましょう。3つ目、振られ慣れてない。人間ってね、他人の成功してるとこしか見ないんですね。モテる人ってめちゃくちゃモテるなっていう印象あると思うんですけど、その何倍もやっぱり過去に振られてきてます。恋愛がうまくいかない人って振られることを極端に怖がるという特徴があります。あとね、同時並行の恋愛に苦手意識持ってるって方もすごく多いです。だからね、片思いの段階でたった一人に惚れ込んで他の女性に見向きもせず、誠実にひたむきに思い続けるっていうことになります。マッチングアプリでさえマッチングした段階でもう他の女性と連絡取るのは嫌だというふうに言い出します。なのでそのマッチングした女性からメッセージが来なくなると猛烈に落ち込むっていうことになるんですね。まだデートの約束すら取り付けてない、1日やり取りしただけなんだけれど連絡が来なくなるっていうだけでめちゃくちゃ落ち込んじゃうんですよ。まあ確かにね、浮気を絶対にしない、彼女一筋っていう男性の需要って高いです。実際に女の子もね、好きなタイプはというふうに聞いたら浮気をしない人というふうに答える子多いですよね。でもね、ここに落とし穴があるんです。なんでかっていうと、全身全霊の一途さというのは付き合った後に求められるスペックで、まだ恋愛対象でも何でもない、ほぼ通りすがりみたいな関係に求められるスペックではないんですね。女性はね、付き合ってもない段階の男性が一途かどうかってマジでどうでもいいというふうに思ってます。だからね、いい人なんだけどとか、友達としてはいいんだけどというふうに言われちゃうんです。これね、勘違いしてほしくないのが、女の子も別に嘘言おうと思って言ってるわけじゃないんです。女の子はいつでも自分に情熱的にアプローチしてくれる王子様っていうのを待ってます。なのにね、実際に現れると引いちゃうっていう特徴を持ってるんですよ。まあここがね、女の子の面白いところであり、女心の難しいところでもあります。なので必死にならないように体勢をつけるっていう必要があります。モテない人って体勢がないんです。では2つ目、恋愛が苦手な人が取るべき対策です。一個前で体勢つけましょうっていう話をしましたよね。で、体勢をつけるためにどうすればいいかっていうと、恋人候補を何人も作るっていうのがおすすめです。好きやなって思う女性っていうのは別に一人じゃなくていいんです。そもそもなんですけど、同時並行でこういいなって思う子、好きだなって思う子を作らないというのは、例えて言うなら野球の試合で一度もボールを投げたことがない人がいきなりストライク三振を狙うようなものです。やっぱりね、本番で決めるためには練習あってこそです。人間でめっちゃ本番に弱いんですよね。だからめっちゃ好きやなって思ってる女の子、本命の女の子の前ではやっぱ緊張しちゃって自分の実力っていうのが出せません。それをね、恋人候補を何人も作ることによって、あの子失敗しても、まあ最悪あの子おるしなっていう状況を作るっていうことです。そうやってね、何人もおったら、例えば恥ずかしい失敗をしても盛り上がらない会話もホテルへの誘いも断られるなんていうのも全部経験して体勢がつきます。恋愛経験なんてもんはね、全員そうです。みんな黒歴史できてます。そういう私もね、自分の過去の恋愛と切り取っても、なんであんなことしたんやろなっていうことばっかりです。結局ね、経験と対策を繰り返すことでしかモテるようにはなりません。別にね、本命候補をたくさん作れっていうのは浮気しろって言ってるわけじゃないんです。そもそもね、本命候補であって別に付き合ってるわけじゃないんだから、浮気もクソもないんです。もし仮にね、あなたが本気で好きな女の子があなたが他の女の子と会ってるっていうことで怒るっていう場面もまああるかもしれません。でもその女の子が怒ったとしても、それは付き合ってない状態であなたのことを放置したその女の子の責任です。なのでこっちが罪悪感を感じる必要なんていうのは一切ないんです。恋人候補を何人も作るっていうのはメリットしかなくって、いっぱいあるメリットの中で一番いいのが安心感があるってことなんですね。安心感っていうのは自信になります。最悪振られても、まああっちおるしなって思えるその余裕が自信があるように見えるんですね。別に実際自信なんかなくてもいいんですよ。あるように見えたらそれは自信があるっていうことになります。3つ目、恋愛が苦手な人が気をつけるべきポイント。恋人候補を何人も作ることの重要性というのをここまでご理解いただけたと思います。ただしですね、じゃあやったろうと思って闇雲にいろんな女の子に手を出してもいいというわけではありません。恋愛初心者がうっかりやりがちなポイントっていうのがあるんで、それを紹介しますね。まず1つ目、1つのコミュニティに1人の相手、
学校とか職場、趣味、習い事、まあ、いろんなところで出会いってあると思うんですけど、学校に対して一人、職場に対して一人、習い事に対して一人というふうに、一つのコミュニティに対して一人の人というふうに考えてください。絶対に一人ずつ手を出すっていうことを意識してもらって、なんでかっていうと、女の子同士のつながりって侮れないからです。いろんな女の子に声かけまくった結果、気づいたら全員の女子から嫌われてたなんてこともよくある話なので、そこはね、十分ご注意くださいね。二つ目、人に話さないこと。あなたの周りにいる人っていうのは、あなたと似た価値観、似たような考え方というのを持っている人です。なのであなたがね、俺いろんな女の子に手出してんねんとか言っても、理解されない可能性が高いですね。というか、やばいやつやというふうに思われます。こういうのはね、人にペラペラ話すことではないし、もし変な噂が流れちゃったら、恋愛だけじゃなくって、人間関係もね、ぐちゃぐちゃになっちゃうなんてこともあるので、本当に人に話さないようにっていうのを意識してくださいね。3つ目、体の関係は付き合ってからにしましょう。私のチャンネル見てくださってる方はもうね、みんないい大人なので、体の関係から始まる恋なんてのもあっていいと思うんですね。もっと言うと、体の関係までいけるスキルがあるっていうのはすごくいいことです。ただですね、後で詳しく説明をするんですけど、恋愛が下手な人が、まあ、練習というか訓練のために同時並行の恋愛をすると、でそこで体の関係まで行ってしまうというのは、例えて言うならキャバクラの色恋営業みたいなね、そういう方法になりがちなんです。そしてね、あなたを好きになる可能性が高い女の子というのはピュアで恋愛に不慣れな女の子である可能性が高いんですね。そうするとどうなるかっていうと、相手の女の子をいたずらに傷つけてしまうっていうことにつながっていきます。なので、あなたがこの先十分モテるようになって、で付き合う前に体の関係を持つっていうのは、まあ好きにしたらいいんですけど、そうなるまでは相手の女の子を傷つけないためにやめてほしいです。4つ目、恋愛が苦手な人の恋人候補の作り方。恋愛市場には恋愛ヒエラルキーというのが存在します。ヒエラルキーというのは階級制度のことですね。つまり恋愛の階級制度が存在するっていうことです。ピラミッド型のね、階級組織構造になっていて、上に行くほど地位が高くって人数が少ない。下に行くほど地位が低くって人数が多い。という構造になってます。あなたの恋愛がうまくいかない理由を平たく言うと、相手のヒエラルキーがあなたよりも高いからです。そして、もしあなたのことを好きになってくれた女の子がいたとして、いや好きって言ってくれるの嬉しいねんけど、なんかちゃうねんなってなる場合、その場合は、その子があなたよりもヒエラルキーが低いからです。恋愛ヒエラルキーっていうのは、一つ目がめちゃくちゃモテる。二つ目がそこそこモテる。三つ目が普通。四つ目がちょっと微妙。五つ目がモテないです。このうちあなたの自己評価は何番目でしょうか？クラスで一番可愛い同級生とか、サークルの本当に可愛いマドンナ的な女の子から見向きもされないのは、この恋愛ヒエラルキーが合ってないということによって起こります。つまり、好きな子を落としたい、あるいはモテたい、と思うなら、相手同行の前に、まずは自分のヒエラルキーを上げるっていうことが大事です。で、この恋愛ヒエラルキーを上げるためには、まずは自分と同じレベルの相手と恋愛をする。で、それを積み重ねていくことでしか、レベルアップっていうのはできません。ただ、こういう話をするとよく勘違いされるのは、じゃあ、ブサイクはブサイク同士と恋愛しろってことなんですよねっていうね、コメントいただくんですけど、そういうことを言ってるわけじゃないんです。ヒエラルキーが合うというのは、波長が合うということです。人間がたくさんいると、なんとなく似たようなジャンルの人、なんとなく波長が合う人で、こうだんだんね、グループというか、つるむようになっていきます。これは友達とか趣味の集まりもそうですけど、顔の造形とかじゃなくって、雰囲気で、なんとなく似てるなーで集まっていきますよね。で、その波長が合うなっていうグループの中には、例えば顔が整っている男友達とか、とびっきり可愛いっていうわけではないけれど、雰囲気がいい女の子なんていうのも含まれています。そういう自分の波長とまずは合うっていうところから始めていくっていうことです。一つ前のところでね、あなたのことを好きになる女の子はピュアで、恋愛に不慣れな女の子が来る可能性が高いという話をしたのは、今のあなたと波長が合う子だから、当然恋愛界のラスボスみたいな女の子がいきなり来る可能性っていうのはないんですよ。あなたと似た波長なので、駆け引きができないタイプの女の子が来ます。だからいたずらに傷つけないように、体の関係っていうのはいいなと思って付き合うまでは持たないようにしましょうという話をしました。ここまでのところで自分のヒエラルキーを飛び越えてアプローチをしても見向きもされないのはこういうことなんだな、当然なんだなっていうのをご理解いただけたんじゃないかと思います。
これはね、同じ職場でも趣味でもヒエラルキーが合ってないとスルーされちゃうので、一緒のところで働いてるとか毎日顔を合わせるとか、そういうところはあんまり関係ないんです。でもね、このヒエラルキーっていうのを理解してないと落ち込みますよね。で、自分にはもう恋愛は無理かもというふうに思い始めます。でもここまで聞いた方やったらわかると思うんですけど、全然ちゃうんですよね。あなたが悪いわけじゃなくて、段階を踏んでないっていうことなんですよ。ゲームでもそうですよね。始めたばっかりで自分がレベル1やったら、まずは始まりの村から始めます。で、周りにいるスライムをね、ちょいちょいとやっつけて、で、徐々に徐々に自分のね、レベルに合った強い敵と戦っていきますよね。で、そうやってレベルを上げていって、最終的にラスボスに挑むっていうことになります。レベル1の初期装備でラスボスっていうのはやっぱ倒せないんですよ。こんな風に考えて、ちょっとずつレベルを上げていってください。そうすることで、最終的に自分が気に入った女の子というのを彼女にすることができます。5つ目。波長は合うのに落ちない女の子の攻略方法。波長は合っている。つまり、ヒエラルキーは合っていると。なのに、落ちないとか、あなたに対しての興味が薄いという場合ですね。その場合は、相手のニーズにあなたが合わしきれていないっていう可能性が高いです。人にはね、それぞれ相手に求める条件があります。それを人はタイプって言ったり、性癖って言ったりしますね。例えば、イケメンでめちゃくちゃ年収も高いと。でも、犬だけちょっと苦手っていう男性がいたとします。その彼がどんなに熱心にアプローチをしても、犬好きを探している女の子からは見向きもされないわけですよね。つまり、女の子の恋愛対象に入るというのは、この最低限譲れない範囲っていうのを把握して、で、自分はそのニーズの中に入ってんでっていうね、そういうアピールが必要だっていうことです。で、このニーズって何やっていうと、例えばね、服に気使ってないと嫌だとか、髭が嫌だとか、体毛が嫌だとか、歯が綺麗じゃないと嫌だとか、大きな声が嫌だとか、連絡がマメじゃないと嫌だとか、ということが挙げられるわけですよ。で、これ聞いて思うと思うんですけど、それってそんな重要なことかって思うと思うんですね。でもこれがね、女の子にとってはとっても重要なことなんです。だから、これその条件に入ってんでっていうアピールをしましょう。しょうもないことって思うかもしれないけれど、それを怠ってるからモテてないんです。6つ目、相手の絶対条件をリサーチする方法。1つ目、友達の性格をチェック。一番仲がいい友達ってどんな子というふうに聞くことで、相手の価値観というのを把握できます。逆にね、友達になれないタイプってどんな子って聞くのもめちゃくちゃ参考になります。2つ目、SNS をチェック。これはね、相手のアカウントを捨てやかで覗くのがおすすめですね。SNS を見ると、大体の性格とか、好みとか、価値観とかっていう様々な情報が収集できます。もちろん相手から、見てみて私の SNS って言われない限り、覗いてるなんてことは絶対言ってはいけません。7つ目、恋愛が苦手な人がデートに誘う方法。恋愛うまくいかない人の特徴として、めちゃくちゃ回りくどいっていうのが挙げられます。そんな人おんのって思うかもしれないけど、意外とあるのがこんな感じです。うまくいかない人の誘い方って、突然ですがお願いがありますっていう入り方なんですね。丸日に友達と遊ぶつもりがドタキャンに会い、時間ができてしまいました。さらに同僚のバースデープレゼントを早急に買う予定があり、どうか一緒に来てくれませんでしょうか。私はもともと物欲が薄くセンスも皆無のため、選んでいただけると助かります。その日は丸一日空いておりますので、都合はあなたに合わせられます。というような感じです。今この内容を聞いて、あ、その誘い方じゃ絶対来てくれへんなって思った方はセーフ。何が悪いか分かんないなって思った方はアウトです。なんでこの文章あかんかっていうと、無駄な圧、めんどくささ、モテないなっていう感じっていうのが出ちゃってるからです。なんでこういう文章になるかっていうと、断られるのがまず怖いこと、そして隙バレしないように必死になってるからです。では実際にね、どんな風にデートに誘うのが正解かっていうと、この動画の概要欄にある LINE にご登録いただいた方限定で、恋愛が苦手な人がデートに誘う方法というのをプレゼントします。LINE 登録後、メッセージにカタカナでニガと書いて送ってください。これ漢字とかひらがなだと反応しないので、カタカナで必ずニガと書いて送ってくださいね。8個目。恋愛が苦手な人のデート時間。付き合う前のデートで何時間も一緒にいる人っていうのがいるんですけど、正直これはおすすめしません。なんでかっていうと、どんなに最初いい感じだったとしても、それを続けることによって付き合うまでいかないんですね。その前に振られちゃうっていうことが多いからです。デートはだいたいね、2時間から3時間程度というふうに思ってた方がいいです。3時間であれば、どんなに口下手でも、なんとか時間を持たすことができます。
これがね、それ以上になると沈黙が生まれたりとか、気まずい感じになっちゃったりとかします。で、だんだんね、相手もね、テンションが下がってきて、いや、なんかつまらんなとか、飽きたなとか、帰りたいなというふうに思い始めます。あとはね、俺めちゃくちゃ喋るの好きやし、何時間でも一緒におれんねん、みたいなタイプの人も、結論から言うと、やっぱりね、3時間程度で切り上げた方がいいです。なんでかっていうと、調子に乗って喋ると、それはそれで鬱陶しいと思われるからです。おすすめなのは、仕事終わりに2時間から3時間程度デートをするっていうのが一番いいです。9個目。恋愛が苦手な人の告白の仕方。告白はね、直接口で言いましょう。LINE とかメッセージとかっていうのはなしです。言葉もね、正直、ひねったことを言う必要はないです。好きです、付き合ってくださいで全然 OK です。本当はね、付き合ってくださいというお願いの仕方ではなくって、付き合おうかというですね、提案型で言うっていうのが理想です。でもね、恋愛初心者にはちょっとハードルが高いと思うんですね。だから、お願い方の付き合ってくださいで OK です。で、これを続けていって慣れてきたら、提案型にシフトしていくっていう風にしてください。15円。告白後に断られた時の考え方。告白して相手がちょっと渋い返事だったとしますよね。この時どうするかっていう話です。もし相手に渋られたら、ちょっとだけ粘ってください。じゃあ3ヶ月でいいから付き合ってほしいって言ってほしいです。もしそれで嫌やったら、もう一生連絡せえへんから。もしその期間で俺のこと好きになってくれたら、そのまま付き合い続けてほしい。でもあかんかったら3ヶ月で切ってくれたらいいから、チャンスが欲しいねって粘ってください。この時の言い方は、本気でこんなに人を好きになったこと初めてやねんというテンションで伝えます。これ別に嘘でもいいです。もしかしたらね、こんな風に食い下がるなんて恥ずかしいって感じる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもね、やってみたらわかると思うんですけど、意外とうまくいくんですね、この方法。またね、仮にダメだったとしても、次のチャンスにつながっていきます。どういうことかっていうと、基本的に振られたらそこで終わりやなっていう風に思ってらっしゃる方多いと思います。でも実はそうじゃないんです。告白をしたということはイコール、好きバレしたっていう状態ですよね。ここでね、気まずくなっちゃうと関係はもちろん終わります。でも、今まで通り、もしくはそれ以上心がけると関係っていうのは変わっていきます。実は逆にね、好きバレしてることでアプローチの幅ってめちゃくちゃ広がるんですね。もっと大胆にアプローチしていけます。例えば、まあ、好きバレしてるので、不意打ちで、〇〇さんマジで可愛いですよね。とか、俺意外といいやつでしょ?ちょっと好きになってきました。とか、ああ、俺こんな好きやのになーって言ってみたりとか。こんな感じです。これって片思いの段階だったら絶対できないアプローチですよね。そこまで行って、いやあんたは絶対ないねんっていう風に言われたら、その時は諦めた方がいいです。そうなったらそこで粘るよりも代わりを見つけた方が早いです。なんでかっていうと、それはね、相手にとって譲れない条件があって、その条件の中にあなたが入っていなかったからですね。今、公式 LINE 限定の登録者プレゼントとして、最速で可愛い年下彼女がゲットできる、モテ男モテおじ、完全育成無料講義動画というのをプレゼントしています。概要欄の URL をクリックして LINE から受け取ってくださいね。内容は、モテる必須マインド、抱かれても OK な外見、好かれるコミュニケーション、年下の女性と出会う方法、女の子を落とすデートの秘訣、女の子がイチコロになる告白の仕方、その気にさせるトーク術、あとは復縁の手順なんかもご紹介しています。ぜひ動画を受け取ってモテおじ、モテ男になってくださいね。あと、プレゼント動画を見てくださった方限定で、無料個別面談も受けれます。実際に受けてもらった方は、トークの技術をアドバイスするってことが多いんですけど、これがね、非常に喜んでもらってます。具体的には、会話の添削とか、女の子を楽しませるトークとか、話の深掘りの仕方とか、感情の拾い方、なんてものが多いです。もちろんそれ以外にもね、ご要望に合わせてアドバイスさせてもらってます。今限定の無料個別面談になりますので、ぜひプレゼント動画を見て無料個別面談申し込んでくださいね。あと私から個別で連絡できるようになりますので、アカウントに登録いただいた方は、ぜひ何か一言あるいはスタンプ送ってくださいね。ということでまとめです。まず一つ目、恋愛がうまくいかない人の特徴ですね。一つ目、自分本位。二つ目、太ってる。三つ目、振られ慣れてないでした。で、二個目、恋愛が苦手な人が取るべき対策ですね。体勢をつけるためには恋人候補っていうのを何人も作るのがおすすめですよという話をしました。で、三つ目が恋愛が苦手な人が気をつけるべきポイントですね。一つ目、一つのコミュニティに一人の相手。二つ目、人に話さないこと。三つ目、体の関係は付き合ってからにしましょうでした。で、四つ目、恋愛が苦手な人の恋人候補の作り方ですね。恋愛市場には恋愛ヒエラルキーというのが存在します。自分のヒエラルキーを飛び越えて声をかけても見向きもされません。自分のレベルを上げていくことによって最終的に気に入った女の子をゲットできるよという話をしました。5つ目、波長は合うのに落ちない女の子の攻略方法。これは相手の最低限譲れない条件の範囲っていうのを把握して、そのニーズに入っているように思わせることです。6つ目、相手の絶対条件をリサーチする方法。1つ目、友達の性格をチェックすること。2
二つ目、SNS をチェックすること。七つ目、恋愛が苦手な人のデートの誘い方。誘い方が回りくどいと来てくれないよっていう話をしました。八個目、恋愛が苦手な人のデートの所要時間ですね。だいたい2時間から3時間。行って3時間っていうふうに思っててもらったらと思います。9個目、恋愛が苦手な人の告白の仕方。これは初心者は好きです、付き合ってくださいで OK という話をしました。10個目、告白後に断られた時の考え方。これは相手に渋られたらちょっとだけ粘りましょうっていう話をしました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？私ね、コンサルをしてるんですね、男女ともにね。なのでですね、会話の添削なんてのもさせてもらってるんですよ。でね、会話上手ですねとか、あ、そう言い回しだといいのかとか、あ、これは確かにスマートですねとか言っていただけること多いんですけど、私も別に、もともとはね、そんなにね、会話上手とか、すっごいこう語彙力がね、多いとか、というタイプじゃなかったんですね。私もですね、いろんな失敗をいたしまして、で、経験を重ねて、で、対策をして、今があります。やっぱりね、失敗から学んだことってすごく多いなというふうに思ってます。私もね、どっちか言うとですね、失敗をね、嫌がる傾向にありまして、まあやっぱ失敗するとね、嫌だなっていう気持ちはなかなか消えないんですけど、でも失敗した後に、ここから学べることって何やろうというふうにね、結構ね、切り替えはね、早くなってきたなというふうに思うので、失敗してもその後切り替える、まあ、そこの速さみたいなのをね、重視されるといいんじゃないかなというふうに思いますね。私もまだまだ道半ばです。一緒に頑張りましょうね。ということで、このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ご興味ある方ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価とグッドボタン、あとは X とインスタ、 TikTok もやってるのでそっちもよろしくね。最近ちょっと更新サボってるけどね。じゃあねー。